木の赤身との白玉っていうんで、肌に近いところに白いんがあるんだね。だからこれとこれの木は同じ木なんだけど、これは木の真ん中辺のとこ、虫が食ったり水が流れ、水分が通っちゃって腐りかかったようなとこをあえて使って、これが一番いい音だな。